こんにちは、三井夫婦です。私は過去の動画でも言ったことがあるのですが、今まで10回以上転職したことがあります。恥ずかしいですがで、その中の話の一つとして、大企業を1日で退職した話をしたいと思います。その当時、私は1年間ニートをしていました。前の仕事を辞めて1年間ニートをしてた中で、あ、そろそろ働かんとあかんなって思って、まあ、いろいろ求人を見てたんですね。で、トラバーユという女性専用の求人サイトがあるんですが、そこに、あ、いいなと思う求人があったんで、応募することにしました。でもそこはすごい大企業で、もう福利厚生、待遇がすごいいい求人だったんですね。で、まあ私が受かることはないやろうと思って、まあでも面接の練習、リハビリとして、まあ受けてみよっかって受けることにしました。まあ応募したら面接が第3面接まであって、あったんですね。で、なんと第3面接まで行けたんです。で、まあ、何人ライバルがいたかわかんないんですけど、なんと、まあ、採用人数は1人だったんですが、なんと私が第3面接突破して内定をいただけたんですね。もうその時はびっくりして、内定の電話をいただいた時はもうすごいびっくりして、もう飛び跳ねたい気持ちなぐらいすごい嬉しかったです。もう本当大企業、誰もが知ってる大企業だったんで。で、その私が応募した求人なんですが、まあ、正社員で勤務時間が9時18時で、9時から、月に数回は9時から16時で帰れる日もあるっていうことで、まあ、残業は一切なし、ボーナス年2回、退職金ありっていう、私の高卒で免許も資格も一切ない、もう土底辺の私からすると素晴らしい待遇の会社だったんですね。まあ頑張ろうって思って初日、まあ迎えたんですが、最初初日なんでね、仕事らしい仕事はせず、見学、まあ流れ、一日の流れをつかむような感じの見学みたいな感じだったんですけど、まあ、周りの男性もすごいいい方ばかりであったし、もう特に嫌なこととかも、とか思うようなことも何もなかったんで、あ、ここなら続けれそうやなって思ったんですね。まあでも忘れちゃいけないのは、私がものすごいクズ人間だということなんで、それを自分自身で忘れていましたね、その頃は。どうしようもない性格の人間っていうことを忘れて、大企業に内定をもらえて喜んでたのもつかのも、2日目になって、まあ普通に行ってきますって仕事に行くわけですが、まあ初日はやっぱ頑張ってドキドキワクワクで行くんですけど、まあ2日目になるとなんか行くのがめんどくさくなるんです。まあ普通の方だとどういうこと、意味わからんと思うと思うんですけど、私みたいな土底辺のね、クズ人間からしても行くのがめんどくさくなるんです、仕事に。ああ、まあ誰もがまあそういうこと思うと思うんですけど、みんな行くんですよ、なんやかんや言って。私、ああ行くのめんどくさいな、もう1年ぶりに働くのしんどいし、ああ8時間勤務きついねとかいろいろ思って駅に向かえなかったんです、足が。で、その駅に向かえなかったその足で、家の近くにある、まあ、大きな池とか噴水のあるすごい自然豊かな公園の方に足が向かってしまいました。で、そこのベンチに座り、
会社に電話をしてしまいました。体調が悪いので今日は休ませていただきます電話をしたんですね。2日目で体調不良ということで電話をしてしまいました。2日目で仕事を休むなんて前代未聞だし、周りの職場の方ももしかしたらあの子辞めるんちゃう、なんか嫌やったんかなみたいな、多分みんな思ってたと思います。さすがに2日目で休むってなかなかないと思うんでね。で、まあ私もああやっちまった、休んでしまった、あめんどくさいって言ったらそれだけの理由で体調不良って言って休んでしまったって結構落ち込んだんですけど、まあ明日からまた頑張ったらええや、一日休んだぐらいでね、まあ次の日からまた頑張って働いたらいいやってその時は思って、まあでも、まあ、家は家にはね仕事行ってきますって言って家出たんで、まあ仕事が終わるぐらいの時間になるまでちょっと家には帰れないんで、まあ一日公園にいました。うん、そうですね、一日公園にいたのを覚えてます。今お昼は近所のほか弁当弁当唐揚げ弁当を買ってベンチに座って食べました。さすがに8時間9時間公園にいるのはきつかったですね。もうすることがないし携帯の充電もなくなるし、もうなんか虚しさ、自分の虚しさ、不甲斐なさ、2日目で仕事を休んだっていう、もうなんか罪悪感とか、罪悪感があるだけマシやったかなとも思うんですけど、なんかすごいあって、まあその日は終わりました。で3日目の朝なんですけど、まあ、昨日休んでしまったから今日は頑張っていくぞって心の中で思うんですが、やっぱり足は駅には向かえませんでした。まあ、昨日休んだことによって余計行きづらいって行きづらくなったっていうのもあるんですけど、やっぱりクズはとうどんクズやなって今も思いますけど、やっぱり足がまた昨日の公園に向かっていました。どうしてももうなんか会社に行くのが怖くなってしまって、一日休んで行きづらくなって、まあ3日目、今思うとその3日目で頑張って行ってたらやっぱ違うかったと思うんですけど、人間的な未熟さ、弱さとかが重なり、その日も体調不良って言って休んでしまいました。で、さすがに昨日一日公園に9時間ぐらいいたのはさすがにしんどかったんで、もうその日は家の近所のカラオケボックスに行ってカラオケフリータイムで7時間ずっと歌ってました。時間過ぎるのが早かったんで、その方が何をしてるんだろうなって、もうその時の自分が、まあ、今も大概クズですが、その頃の私のクズ度合いはすごいなと思います。その後の話になるんですが、まあ、4日目、5日目、6日目、7日目でもずっと体調不良なんでって言って休んでしまいました。さすがに会社の方もなんだこいつはって思ったと思うんですけど、さすがに1週間ぐらい休んだ後ちょっとお話できひんかなって会社の総務の方に言われて、総務の方が最寄り駅まで来てくださったんですね。で、最寄り駅でこれからどうするかっていうのを話し合うことになったんですが、続けるのか辞めるのかどうするみたいな感じで言われて、さすがに1週間、まあ、やり直すならもう次の日、明日からちゃんと行きますので、今まですいませんでした、明日から絶対行きますので許してください、頑張りますのでって言ってたら、まあ結果は変わってたんかもしれないですけど、もうその頃の私は結構もういいやって思って、分かりました、もうちょっとやめさせていただきますやめてしまいました。その総務の方もすごい残念がってくださってたんですけど、まあこの行く、やめんのか続けんのかどっちやねんみたいな感じの休んでる状態やと、会社もすごい煮え切らん感じだったと思うんで、まあ、はっきりしてくれて内心ホッとしてあるなと思います。本当に今思うと本当にあの頃の自分は黒歴史だらけで、
ほんま、なんちゅう人間なんやろな。でもこの話を聞いてくださった方、信じられへんって思う人いると思うんですね。こんないい会社に就職できたのに。めんどくさい、行くのがだるい、1年ぶりに働くからしんどい、そんな理由で初日だけ行ってあとずっと休んで結局退職って、なんそんな信じられへんってみんな思ってると思うんですけど、私はそういう人間なんです。本当に本当にもうクズなんですね。似たような方がいらっしゃるのなら気持ちは分かってくれると思いますけど、最後までお話を聞いてくださった方、本当にありがとうございます。本当に私はもうどうしようもない人間なんですが、この話を聞いて、ほんまこんな人間おんねんな、アホやなって笑ってくださったら、まあ、こっちも話した甲斐があるなと思いますね。まあ今はもう別に吹っ切れてるんですけど、やっぱりしばらくはあの時続けといたらよかったなっていう、まあ、後悔ですかね。そういうのはやっぱ 1,2 年はちょっとあの時続けたらよかったなっていうのはありましたけども、今は全然もうこの笑い話にでほどなんであれですけど、まあもう私が辞めてしまったんで、他の優秀な女性の方は多分働いてるんじゃないかなと思いますね、今は。こういう自分の未熟さ、クズさをやっぱ受け入れて生きていくのが大事やなと思いますね。この私のクズエピソードシリーズは、まあ、あと何回か続く予定があるので、またご視聴いただけたら嬉しいです。この度は長々と私のお話にお付き合いいただきありがとうございました。では、さようなら。